シークレットベース K ステーション、ハッピーハロウィーン。皆さん、シークレットベース K ステーションへようこそ。 K ステーションの隊長の近藤かな子であります。この番組では、リスナーの皆さんには K ステーションの隊員候補生となっていただきまして、一緒に学んだりしつつ、ゆくゆくは候補生から隊員に昇格していただきたいと思っております。昇格方法は番組宛にメールを送っていただくだけでございます。毎回いただいたメールの中から昇格者を決めていきます。見事隊員となった方には隊員証をお送りいたします。ということで、シークレットベースKステーション第12回の配信日がハロウィンの当日ということで、皆さん、お菓子はもらってますか？お化けに会ってますか？どうですか？いやね、もうこのラジオ収録している日でさえ、もう夜になると街中に仮装した人がすごいいっぱいいるんですよね。いやね、なんかほんとゾンビの集団とか見ると怖い。本当になんか、どこでそんなメイクをしてきたんだろうみたいな、ほんと自分でしたのかなっていうぐらいの、なんか本気の人も結構いるので、なんかいつから日本はこんなに大衆の面前で仮装できるようになったんですかね。びっくりして、なんか仮装してなんかパレードしようみたいな、川崎のイベントとかもあったりしたんですって、なんか週末とかに。ほんとね、なんかね、駅のこの地下から地上に上がってくる階段のところからいっぱいゾンビ集団が上がってきた時、ほんとびっくりしました。でもね、可愛いね、魔女コスプレだったりとか、あと結構アナ雪が多いんですよね、やっぱり人気だったからか。まあアナもエルサもいるけども、なんかオラフがちらほらいるみたいね。なんだろう、あの白い丸いやつはと思ったら、オラフのね、あの人参の花つけてたりとか、すごい制作費かかったんじゃないかなって思うぐらいの力作がちらほらあるんですけれども、そうそう、でも最近ハロウィンの期間でお店にコスプレをしてきた人には、なんかドリンク一杯無料ですよみたいな、店頭にね、そういったね、お知らせが書いてあったりするんですけれども、私は仮装とコスプレは全く別物だと思ってて、なんか仮装はまあ服を着て楽しいパーティーをする感じだと思うんですよ。でもコスプレはそのキャラクターになりきって楽しむものだと思うんですよね。わかるかな、わかんないかな。まあ昔若かりし頃はコスプレをね、友達としてたからね、なんかね変なね意地があるんですけども、皆さんはどうなんですか？普通ハロウィンパーティーとかするんですかね？ラジオ聞きの皆さんもなんかハロウィン仮装パーティーとか行ったりするんですかね？もしハロウィンでコスプレした方は、この番組宛てに仮装した写真を送ってきてください。今度が楽しみに待っておりますので、よろしくお願いします。ダンボールかぶってガンダムとかなしだからね。それはなしだからね。古いか、それも古いか。それではオープニングでは普通歌を紹介していきたいと思います。関隊員、ナンバー6、シークレットネーム将軍さんからです。ありがとうございます。こんちゃん隊長、こんにちは。いつもお疲れ様です。お疲れ様です。パンダと金魚の栗拾い大作戦、ロボタさんのイベントに参加させてもらいました。ミラーのインスタイベント以来の約1年ぶりのこんちゃんに会えて、しかも2連続で会えて嬉しかったです。2日間ともに、半分強制的に地元の友達も連れて行きました。かっこ笑い。そんな感じで参加した友達も帰る時に、知ってる曲とかもあったりして面白かった、こんちゃんの CD を買いたくなってきたと言っておりました。ありがとうございます。
僕自身もライブの時は CD でしか聴いたことがないアルバムの曲も生で聴けて感動しましたし、ロボタさんのトークイベントも特撮好きな僕としてはこんちゃんの意見も聞けたりして大変楽しくて貴重な時間を過ごさせていただきましたとのことです。ありがとうございます。じゃあもう一つ続けて読みたいと思います。正規隊員さんナンバー8シークレットネームいっきさんからです。ありがとうございます。ラボタでの特撮談義楽しかった、いや面白かったです。外務の感想は皆さんがおっしゃっていたことに同意してしまいましたし、小倉優衣さんが一人で突き抜けていて面白かったです。僕はザックが好きです。クルミアームズで戦っているのが良いです。ありがとうございました。はい、ということでですね、10月18日は、近藤かな子、園崎美恵のパンダと金魚の栗拾い大作戦、そしてその翌日の10月19日は、ロボタで特撮談義をさせていただきました。お越しくださった皆さん本当にありがとうございました。パンキーの話は後でするとして、まずはロボタの特撮談義なんですけれども、今回この間終わったばっかりの仮面ライダーガイムのねお話をね、みんなでするぞみたいな、ガイム総評みたいなことをみんなで話してたんですね。で一緒にトークをしてた声優の小倉優衣ちゃんは私の、中学からのお友達なんですよ。だから小倉ってずっと呼んでてだからもうここでもちょっと小倉って呼ばせていただくんですけど、すいません小倉さんのファン、ほんとすいません。はい、でもほんとね、小倉とその特撮についてそんなに話す機会はなかったんですよ。ぶっちゃけそのこの仕事を始めてからあんまり会えることがなくって、忙しくてね、お互いあったので、まあ多分そんなにお互いよちょくちょくよく会ってた頃には2人ともハマってなかったんですよ、多分見てるけれどもみたいな感じで。だったからね、今回こういっぱいね小倉と話せてすごい嬉しかったなっていうのもあるし、特撮のお話をねこんな公の場で皆さんの前であれあーだこうだって言える機会がなかったので、すごくとても新鮮で、でぶっちゃけどこまで喋っていいのかも分かんなかったから、ちょっと私も戸惑いつつだったんですけれども、まあとりあえずすごい楽しかったです。趣味のことについて話してたので、いや好きなことは本当いいですよね。でもね、本当外務のばっかり話をしてたんですけれども、私ドライブの話もしたかったし特急の話もしたかったので、また別の機会があったらまたロボタさんでねこういった機会作っていただけると嬉しいなと思います。そう、実はその日曜日にね、ロボタでの時に私チケットくん、特急ジャーに出てくるチケットくんっていうキャラクターのパペットをですね、私持ってたんですよ。特急のね話をしたらね出そうと思ったんですけれども、そのロボタの店長さんと小倉と打ち合わせをしている時に、いや特急の話とかはまだいいでしょ、今回ガムでしょみたいな話になっちゃったのでなんか出さずにそっともしまっておきまして、そう出したいんだチケットくん、みんなでチケットくんで遊ぼうよ遊びたかった、遊びたかった、またアロータでぜひ企画していただきたい。そしてみんなともうちょっとねお話、特撮についてもお話できたら嬉しいなと思いますので、その時はまたまたぜひよろしくお願いいたします。ねえ、なんかね、ロボタっていうロボット居酒屋さんでの小規模なイベントだったので、てね、もう満員でした。30人も入らないぐらいだったので、結構すぐチケットがなくなってしまったので、今回来れなかったって方はね、ぜひ次回ありましたらぜひお早めにチケットなどお申し込みくださいね。よろしくお願いいたします。はい、ふつおたをもう一個紹介していきましょう。シークレットネームワンダーさんからです。ありがとうございます。こんにちは近藤さん。こんにちは。いきなり近藤隊長に質問があります。ほい。近藤隊長の好みの男性のタイプを教えてほしいです。おー、ちなみに僕は帽子の似合う女の子が、女の子じゃない、帽子の似合う女性が好きですということです。お、やった、今日帽子私かぶってる、あとでブログにあげるねあ、好みの男性か、好みの男性ね、いつも言うのは某海賊王の漫画の
お兄さんです。飛剣のエースが大好きです。もうエースしか私はもう若干今見えてないので、なんと言えばいいのか、好みの男性のタイプはポートガス D エースです。はい、よろしくお願いします。なんかエースみたいな人どこかにおらんかねって友達となんかちょっとね話してたら、その友達が、あ、いるよ、え、マジでエースみたいな人いるのって、どんな人って聞いたら、炎が出せるマジシャンだよって言われて炎が出せるからエースが好きなのではないと私はそこは確信いたしました。炎が出せなくてもいいのでエースみたいな人がいいです。まさかマジシャンってくるとは思わなかったですね。炎が出せたら、そしたら今後ね、もう一人でね、ルフィのお兄さんでも良くなっちゃうから、私はエースがいいんです。エースが、はい、大好きなんです。携帯にもエースがついてます。これだけは譲れないところでございます。はい、メールありがとうございます。はい、他にもまだメールあるんですけれども、そろそろオープニングもですね長くなってまいりましたので、この辺で本日は終わりたいと思います。オープニングでは皆様からのふつおたをご紹介していきたいと思います。メールの宛先は k_secret@target-ent.comk_secret@target-ent.com までです。皆さんのふつおたお待ちしております。それでは本日も参りましょう。シークレットベース K ステーションスタートです。ヒャイジャストライフ重なり合う糸浮かび上がる偽証誰も咎めないのは Not Health is just a lie。 暗号解読。このコーナーでは謎の単語を解読していくコーナーです。もしかするとすごく勉強になるかもしれませんよ。ということで、さあ今日も目の前にお題があるのですが、もしまだ一回も正解を導き出してないんですけれども、更新日がハロウィンということで、もし当たったらお菓子をください。あ、はい、わかりました。あ、やったー、がぜんやる気が出てきました。あれがいいです。チョコパイチョコパイがいいです。あ、ありがとうございます。じゃあ本日のお題も頑張って考えていきたいと思います。本日のお題はこれです。じゃじゃん、ボラードはあ、ボラ、英語ですね。英語ですかね。なんか聞いたことあるな。なんだろう。ボラギノールしか出ないな。あれな、ボラードね。ボラードですか。知ってますよ。ボラードですよね。あれですよね。ボラードじゃなくてボラードですよね。これね、発音的にボラードですよね、きっとね。きっとじゃない、そう。ボラードなんですよ。そう、ボラードはね、わかんない。ボラードってなんだろう。ボラードですよ。でも、ボラードじゃない、ボラードなんですよ、絶対。そこはね、そうだと思うんだ。ボラードは鳥の仲間ですね。バードの近い仲間の種類、属性名、属名あるじゃないですか。なんか
パンダ目とかあるじゃないですか。パンダパンダ目なんですね。唯一無二の存在なんですけれども、はい、そう、鳥のなんかやつですよ、ボラード。あ、そう、きっと飛べない鳥の鳥目の英語の名前ですね。だからあの鶏とか、キュウイさんとか、あれがボラード目なんじゃないんですかね。そういうところですよ、きっと。ボラード、バードの親戚。そう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 、いろいろあるからね。鳥さんはきっといろいろな目に分かれてますからね。そうなんだよ、きっと。ということでいかがでしょうか。ちょっと今日解決早いんじゃないですか。早いじゃないですか。早速答え見ていいですか。いいですか。お菓子がさて手に入るのでしょうか。じゃじゃん。あれ、こういうの好きなのかな。ボラードとは、港で渋いおじさんとかが足を乗せる時の、足を乗せている物体。これあれ、船のロープを縛るやつですよね。船をロープなどで岸に固定する際に使用され、ビットとも呼ばれる。そうですよ、これビットですよまた、道路や歩道にある車やバイクが入れないようになっているポールもボラードと呼ばれる。はー、これビットですよこれビットって習ったもんなんか船持ってた、なんかよくわかんないおじさんに言われたよ。おー、これもボラードなんですか。あ、へえ、船をのロープを結ぶやつもそうだし、歩道にあるあのオレンジ色のペコって曲げてもちょっと戻ってくるあのポールも同じ。はは、それはそうなんですね。知らなかった。あれ、これポールはポールでしょボラードじゃないですよね。あと、やっぱりこれロープ結ぶやつはビットですああ、もうなんかいろんなものにいろんな名前がついてて、もうせちがらい世の中だよ。なんだ惑わされるな、これは。おかしい、お菓子がもらえない。せっかくハロウィンなのに何ももらえないよ。残念でした。皆さんは分かりましたでしょうか。じゃあ、なんだろうね、これまあこれからね、ちょっと秋から冬になっていくので、ちょ、海とかはね、あの寒いと思うんですけど、あの港に行ったらぜひボラードに足を乗っけて写真を送ってきてくださいあ、できればあのこうジャケットを肩にかけて、何ですか、タバコを吹かしつつ、ちょっとハードボイルドに決めた写真を送ってきてください。決して道路や歩道にあるあのボラードには足は乗っけないでください。あれ曲がっちゃうからね、危険ですから、それには足は乗っけないでくださいね。お気をつけください分からんかった、ショック。はい、こんな難しい暗号解読のコーナー、皆さんは解読できましたでしょうか。次回はあの商品はないと思いますけれども、解読できるように頑張ります。以上、暗号解読のコーナーでした。ニューアルバムプリズム情報のコーナー。このコーナーは近藤かな子のニューアルバムプリズムの情報などなどをお伝えしていくコーナーです。
近藤かな子のニューアルバムプリズム絶賛発売中でございます。ということで、10月18日に開催されましたパンキンのこちら、感想をいっぱいいただいていますので読んでいきたいと思います。シークレットネームお気軽バナナさんからです。かな子隊長ボンジュールボンジュール。パンダと金魚の栗拾い大作戦お疲れ様でした。とっても楽しかったです。事前にラジオを聞いてシャララの振り付けをしたり、久しぶりに聞く名曲メカパンダは大いに盛り上がりましたね。セットリスト全曲素晴らしかったです。次回のプリズムライブも必ず参加します。今からすごくすごく楽しみにしてますよ。ありがとうございます。そうですね、前回ちょっとシャララの振り付けを簡単にしました。当日はあんまり振り付けをちゃんとせずに歌い出してしまってすいませんでした。でも皆さんね、ついてきてねくださって、一緒にねシャララの振り付けしてくださってありがとうございました。そしてもう一つ読んじゃいます。シークレットネームのぶくぼさんからです。ありがとうございます。隊長お疲れ様です。先日のパンダと金魚のイベント最高に楽しかったです。本当に2年ぶりと感じるくらいのいつもの2人のステージが見られてよかったです。園崎さんのおなじみなのに前回よりも歌詞が増えている定番曲なども聴けてよかったです。あ、これね、元素の歌っていうね、みえさんのお箱のちょっとネタ歌がありましてですね、ネットとかで検索してみてください。素敵ですよ。元素が覚えられちゃう歌です。はい。そして、隊長のライブコーナーの曲も全部良かったです。ありがとうございます。やはり生演奏でのアルバム収録曲は迫力が増していたと感じました。あとは罰ゲームの破壊力がすごかったです。ありがとうございました。とんでもございません。ありがとうございました。お二人のオリジナルの曲が CD になるとの発表も嬉しかったので楽しみにしています。ありがとうございました。そうなんです。なんとライブ当日会場で発表したんですけれども、パンダと金魚もうライブ自体は5回目だったんですけれども、ついにパンダと金魚のオリジナル楽曲を制作することになりました。わー、やっとです。本当はねこの栗拾い大作戦でね歌いたかったんですけれどもね、もろもろのね事情もありましてちょっと先送りにさせていただいたっていうところもあるんですが、いや今でもね、ちゃんとしたね曲をちゃんと皆さんに届けたいと思ったので、来年早々の開催ができたらいいなー。4回と5回の間は2年空いちゃったけど、5回と6回の間はそう開かないといいなと近藤は希望しておりますので、あとは園崎さんと近藤の話し合いが重要な鍵となってきますので任せてください。頑張ります。さてもう一枚寄りましょうかね。石炭員さん、ナンバー8のシークレットネーム池さんからです。ありがとうございます。かな子隊長こんにちは。こんにちは。パンダと金魚お疲れ様でした。とっても楽しかったです。ありがとうございます。ニゲラのお二人が栗の話が気になる展開で終わりましたね。あ、そうですね、オープニングアクトでニゲラさんってお二人が歌ってくださって、あとちょっと朗読もしてくださって、その話ですね。はい。ミエさんのあのキーの高いテルユーワールドから始まるとはびっくりでした。そしてそれを歌い上げるミエさん、さすがです。MC で地獄先生、ヌーベの実写化の話をされたのでバリバリ最強ナンバーワンを歌われるのかと思いきや、剣心の話題へ移り、そばかすへの若干変化球の歌を歌ってましたね。ありがとうございました。そうなんです、パンダと金魚のライブ構成は園崎さんの一人コーナーをやって、でその後に近藤の一人コーナーをやって、で2人でゲームコーナーをやっての2人で歌って終わりっていうのが定番なんですけれども、今回はオープニングアクトに事務所の後輩ちゃんでもありますニゲラさんっていう女の子2人組のユニットがありまして、そちらのニゲラさんにですね少しオープニングアクトで歌ってもらいまして、それで始めたんですね。近藤と園崎さんがちょっと朗読をし、ニゲラさんのオープニングアクトがあって、三重さん近藤2人のコーナーみたいにやったんですけれども、
ああ、そうそうそう。近藤のコーナーでは、やっぱり近藤をね、そんなに知らなかったりとか、アルバムのね、歌ばっかり歌っちゃうと、まあ、若干やっぱ聞いたことのない曲ばっかりだと、ちょっとライブって盛り上がりに欠けるところってあると思ってて、自分的に。自分もちょっとライブとか見に行ってると、ちょっとそう思ったりもするので、やっぱ知ってる曲の方がやっぱ楽しめるじゃないですか。ノリとかもわかるから。だから大体5曲を私は自分のコーナーで歌うんですけれども、その1曲をみんなが知ってるであろう曲にするんですね。それで今回はルロケンのオープニング曲であったそばかすをね、歌わせてもらったんです。そう、そばかすを歌いますってまでに、そのアニメよく最近実写化なりますよねっていう話をして、もうヌーベイのね話をしたんですけども、私も最初はそのアニメのヌーベイのオープニング曲だったバリバリ最強ナンバーワンを歌おうと思ったんですよ。歌おうと思ったけど、あの曲って全部聞くとねすごいんですよね。結構叫んでるし、放送では言えない言葉の間にもちょっとするんですね。はい。だから、まあ、急に近藤がね、それを歌い出したら、本気で歌い出したら、若干近藤知ってる人は若干惹かれるかなと思ったんですよ。イエーイとか言われ、ね、叫び出しちゃったら、びっくりしちゃうなと思ったんで、今回はルロケンのそばかすにしたわけなんです。はい。大好きなんですよ。カラオケ行くとバリバリ最強はね、歌うんですよ。やっぱり盛り上がるしね。めっちゃストレスの発散にもなりますしね。大好きだし、ヌーベ。はい、そうなんです。そばかす歌わせていただきました。やっぱりね、生バンドがね、歌わせていただくっていうのはすごいありがたくって、やっぱりね、カラオケで歌ってるステージの時よりも、本当に心強いんですよね。で、その今回のパンダ金魚でバックバンドをやってくださった方が、結構本当毎回同じメンバーなんですけれども、ドラムの方が第1回開催した時から 2,3,4 ってちょっと抜けちゃったんですよ。で、久々今回の5回目にてまた初期のメンバー5人が揃ったので、5人 ?4 人か。はい、ドラムの方が戻ってきてくれて、さあ初期のメンバーでできたので、なんか すごいね、なんかリハの時から楽しくって、なんかもうノリも分かってるし、なんか今までのそのパンダ金魚のライブの中では本当一番楽しかったですね。なんかそのパンダ金魚で写真を撮ってくださる方がスタッフさんで入ってたんですけども、だ4回目の時と今回の5回目の時の花子ちゃんは全然違ってたよって言われて、すごい楽しそうだった、前回ちょっとすごい不安そうだったみたいなこと言われて、なんかまあちょっと空白の2年間でしたけれども、パンキンの、でもその間になんか成長できてて、なんか良かったなと思います。もうその2年間でね、やっぱりそのやっぱターゲットさんで CD を出させてもらって、やっぱ単独でライブやらせていただいたのがやっぱすごい大きいんだなと思いました。それでまた心を許しているバックバンドのメンバーがいたっていうのがやっぱ良かったんですかね。すごい盛り上がって皆さんのコーナーも近藤のコーナーも盛り上がってくださって、2人のコーナーも盛り上がってくださって、もちろんにぎらさんのコーナーも皆さん盛り上がってくださった挙句、当初の終演時間も相当オーバーしてしまって本当申し訳ありませんでした。当初は8時15分ぐらいに終わればいいかな、まあ押して8時半かなと思ったんですけれども、ありがとうってみえさんとね、ありがとうって言って楽屋に引っ込んだらまさかの9時で、ほぼねオープンの時間から合わせるとだいたい4時間ぐらい皆さん立ちっぱなしであったという衝撃の事実に気づきまして、園崎さん今いませんけれども、近藤園崎大変深く反省しております。本当申し訳ございませんでした。次の日は筋肉痛とか大丈夫でしたでしょうか。次回やるときはもうちょっと時間をね気にしつつ、でも楽しい時間をね皆さんとギュッとした詰まった時間にしたいなと思いますので、よろしければまあ時間また立たせちゃうかもしれないけれども、よろしければまたね、第6回ありましたらパンダ金魚にもぜひお越しくださいませ。よろしくお願いいたします。そしてですね、パンダ金魚のですね当日物販で売っておりましたグッズなど、 T シャツ、缶バッジ、携帯クリーナーがですね、ただいまブログの方にですね
ブログの方に通販の告知をさせていただきまして、現在通販やっております。約1ヶ月の通販期間でございますので、 T シャツ欲しかったなとか缶バッジも1個欲しいなって方はぜひぜひ通販でご注文ください。よろしくお願いいたします。詳しくはパンダとキングのブログの方に記載させていただいております。そちらチェックしてください。よろしくお願いします。さてさて、やっぱりねライブやるとね、またもっともっと歌いたくなるわけですよ。歌いたくなって、なんとここで重大発表がございます。近藤かな子パンダフルパーティーボリューム2決定いたしました。イエーイ、やった、ついについに、はい、なんとですね、お日にちは、2015年来年ですね、もうすぐだ、来年なんて、来年2015年の1月18日の日曜日、場所は目黒鹿鳴館でございます。詳しい内容などチケットなどはまだちょっと決まっておりませんので、詳しくは決まりましたらこちらのラジオとブログ、ツイッターなどで告知させていただきますので、そちらチェックお願いいたします。ということで、はい、パンキンも終わりました。このパンダフルパーティー、ついに決まりましたよ。どれだけ待ったことかって感じですね。もうお待たせいたしました。こちらに向けてね、全力で頑張っていきたいと思いますので、楽しみにしててください。皆さん、1月18日の日曜日はぜひ一日開けておいてください。よろしくお願いいたします。以上、近藤かな子のプリズム情報のコーナーでした。怪人目撃報告。このコーナーではあなたの見つけた怪人を報告していただきます。いただいた情報をもとに似顔絵イラストを作成し、指名手配していきたいと思います。さて、今回もですね、怪人の報告来ております。シークレットネーム銀の自転車さんからです。ありがとうございます。隊長ごきげんよう。ごきげんよう。怪人を発見したのでご報告します。怪人名 UFO ピギーバンク。特徴、ゲームセンターなどに出没して箱の形をしている。胴体は透明で、中にはぬいぐるみやフィギュアが入っており、人を誘惑し100円玉を体に入れさせる。必殺技エクスチェンジ、かっこいい。誘惑した人が100円玉を切らすと、両替機の前までテレポートさせ、誘惑された人が自我を取り戻すまで両替させる。ただたまに中の景品を取るのが上手い人が来ると涙目になる。近藤隊長劇代お願いします。はは、大変だこれは。私も結構たまにハマります、これに。よし、早速指名手配書を作成したいと思います。さてさてさて、あーもうね、本当にね、 UFO キャッチャーうまい人ね、尊敬しますよ。ちょいちょい取れるんですよ、私もちょいちょい取れたことはあるんです。ただフィギュアの箱物ってすっごい難しいじゃないですか。あれはね、未だに取れたことがないです。なんかね、いつもね、すごい欲しくって、エースのフィギュアがあのね、あ、気づいたらね、5000円ぐらい入ってたんだけどなっていう感じのお財布がね、だいぶゼロに近くなっちゃってて、あれはね、どうし、なんかむしろ後でなんか、まあ、あんまよろしくないとは思うんですけど、まあ、他のお店で買った方が良かったんじゃないのかなって思うぐらいでした。はい。
小物は取れないですね。ぬいぐるみはね、大きすぎなかったらなんか取れたりします。うん、前取れました。一番最初、人生で初めて UFO キャッチャーで取れたぬいぐるみが、何のキャラクターでもないタヌキのぬいぐるみでした。あれですよ、酒屋さんの前に置いてあるタヌキの置物あるじゃないですか。あんな感じのタヌキのぬいぐるみ取れて、なんかすごい取れてすごい嬉しかったけど、いらないなって思ってもうなんかそれ一回ぐらいで取れちゃったんですよね。そうなんかみんなもいらないから、その時は思わなかったけど、みんなが欲しくないからアームとかがしっかり強かったのかなって、あとはちょっとそう思っちゃいました。はい、欲しいのはね、ほんと欲しいんですけどね、やっぱりそのね、中にしか入ってない景品とかもあるじゃないですか。うーん、あれね、ずるいよね。名人とか友達に欲しいですよね。もうちょっともう2,000〜3,000円払うから取ってみたいな欲しいよね、友達。そういった友達意外とね、なんだろうな、やっぱ男性の方がああいうのってうまいんですかね。やっぱそうなんですかね。やっぱね、女子友はね、いないよ、うまい人。たまにねいるけどね、まだね、私はね、うまいことはね、友達になったことがないので、いいなーって思う。ほんと取れてていいなーって思う。なんかゲーセンとかで行って、隣の人が取れたりして、店員さんがおめでとうございますって駆け寄って袋とか持ってきてくれるの、いいなって思いながら見てる人でございます。何ですか、大きいのじゃなくて、ちっちゃいクレーンゲームあるじゃないですか。キーホルダーとかが入ってる、ジャラジャラ入ってる、あれは結構取れます。あれは結構大量に入っているので、意外に 1,2 個取れて、それだけ嬉しいですちっちゃいのは取れます。うん、いいよね。書きます。よいしょ。はい、できました。怪人名 UFO ピギーバンク、 UFO ピギーバンク、はい、まさにほぼそのままの指名手配書が完成いたしました。いやー、本当にね、あーやべー、小銭ないや、両替しなきゃってなっちゃうんだよね。これね、不思議ですよね。なんだろう、なんなんでしょうね。空気感ですか、それかなんか物欲がすごい、あーこれ欲しいってなっちゃうからなんですかね。ジャラジャラしちゃう、ジャラジャラしちゃって、あ、でもね、1万円札しかない時だけは、あ、やめようってなるの。あ、そっか。この UFO ピギーバンクに会った時は、お、1万円しかないですって言えば、あ、ちょっとこの両替機、1万円札はちょっと受け付けないんでって言われる可能性が高いので、1万円を出しましょう。それ、いい撃退方法ですね。ちょっと皆さん、これメモしておいてくださいね。もしあったらそうしてください。いやでもね、 UFO キャッチャー大好きだから、やっちゃうんですよ、やっちゃう、しょうがない。欲しい景品があるときはまあ気にせずやっちゃいましょうやっちゃいましょう、取れるまでやっちゃいましょう。諦めるときは諦めましょう。諦め時が肝心なときはありますからね、私みたいに永遠やっても取れおおもうね、あれね、あのね、ボフィギュアはね、さあ2500円ぐらいかけて、あ、いや、結構動いたと思って、あ、これは取れる角度まで来たぞと思って、よし、もう一回やれば確実に取れると思ってやったら、箱の位置がまた元に戻るっていう奇跡を起こしましたからね。あれ、やりません？あれって、この箱なんでこんな風に動いたんだろうみたいな動きをする時があるので、もうね、あれは大ショックだったので、でもうちょっとやって、
お金がってなって諦めました。なんかと友達が呆れてましたよ、こうで、そんなにアイス好きなのみたいな、好きだけどみたいな、好きなんですで、彼女はあのなんか好きなぬいぐるみをとうまく取ってて、もうなんかもう私にも取ってよって言ったんですけども、箱は無理だよって言われて、こう華麗に断られました。はい、皆さん街中で UFO ピギーバンク発見したら、うまく速やかに捕獲、または、あ、1枚しかないでって撃退してくださいね。こちらの指名手配書はですね、特設の、ウェブサイトに掲載されてますので、そちらをご覧ください。以上、怪人目撃報告のコーナーでした。ベースケーステーション、そろそろお別れのお時間でございます。この番組では皆さんからのメールを大募集してます。普通おった暗号解読、絵は、近藤に解いてほしい、あんまり使わない言葉、そして答えを送ってきてください。そして怪人目撃報告には、あなたが街で見かけた怪人を送ってきてください。はい、こちら詳しく言いますね。怪人はですね、基本人型でございます。教えてほしいことはですね、怪人の名前、何をモチーフにしたのか、そして顔、手足、胴体の特徴など、そして攻撃方法、必殺技、他特徴があったら教えてくださいね。あなたの報告をもとに私がイラストを作成いたしますので、ぜひぜひ送ってきてください。そしてですね、こんなコーナーがあったらいいななどありましたら、ぜひコーナー案もですね、送ってきていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、今度からお知らせでございます。先ほども告知させていただきましたが、パンダ金魚のですね、パンキンのイベントグッズがただいま絶賛通販中でございます。お申し込み期間はですね、1ヶ月しかありませんので、ぜひぜひ、あの会場に来られなかった方もですね、 T シャツや缶バッジなど結構ね、普段使いもできる感じでございます。 T シャツは寝巻きなどにもぜひご利用いただけたら嬉しいので、よろしければ通販してあげてください。よろしくお願いいたします。そしてですね、先ほども申し上げましたけれども、1月18日2015年、1月18日の日曜日、目黒鹿鳴館にてパンダフルパーティーボリューム2が行われます。詳細は追ってお知らせしますので、もう少々お待ちください。でもあなたの手帳にはもうパンダフルパーティーボリューム2って書いてほしいな、そして予定開けといてほしいな。よろしくお願いいたします。ということでですね、シークレットベース12回やってまいりました。正規隊員さんもですね、結構増えてまいりましたですね。さて今回もですね、どなたにしましょうかね。それではここでですね、正規隊員さんに昇格していただきます方のお名前を申し上げたいと思います。シークレットネーム、お気軽バナナさんです。おめでとうございます。はい、気軽バナナさんはですね、先ほどメールも読ませていただいたんですけれども、続きがありまして、私は趣味でバイオリンを習っています。11月24日に開かれる演奏会でラブソーブルー青の鼓動を演奏する予定です。もしよかったらかのこ隊長のエールをいただけたら幸いです、とメールも添えていただいております。すごいですね。ラブソーブルー青の鼓動って曲は、ブレイブルーのノエルバーミリオンのテーマ曲に
まあ、そのまま歌詞と歌をつけまして歌わせていただいたものなんですけれども、あの曲をバイオリンで、まあ、バイオリンが結構入ってる曲なので、あのいけるのかなと思うんですけれども、いや結構プロの方でもすごく苦労されてたやつなんですよ。はい、あのこれも生演奏で歌ったことあるんですけども、プロの方ももう大変だわってお姉さんが弾いてたので、頑張ってください。ラブソーブルー青の鼓動、はい、バナナさん頑張ってね、頑張ってね、絶対成功できる、君ならできるよ、緊張せずに頑張ってね。はい、ということで、お気軽バナナさんは次回から隊員候補生から隊員に昇格いたしました。こちらの番組宛てにですね、ご住所とご本名を書いてメールで送ってきてください。隊員証を送らせていただきますので、よろしくお願いいたします。ということで、皆さんもぜひ正規隊員目指してメール送ってきてください。メールの宛先は k_secret@target-end.com k_secret@target-end.com までです。はい、あー今日ハロウィンなんでしょう、なんか今年仮装しない私、なんか残念残念です。なんか仮装したかったな、なんか毎年なんかちょっと自分身内だけで仮装したりはしてるんですけど、今年はないんですよね、残念ながら。はい、また来年は仮装したいと思います。はい、オープニングでも言いましたけど、仮装した方はこの番組で、ね、写真を送ってください。感動がムフフって笑います楽しみにしてます、よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はシークレットベース K ステーション隊長、近藤かな子でした。まったね。この番組はターゲットの制作でお送りしました。Here is a sunrise 重なり合う糸浮かび上がる偽装誰もとがめない。